パパラパッパパー。Z キューブー。ほとんど 3×3 と同じだけどちょっと難しいと、商品紹介ページにあったパズルです。今回もスマートシップさんから入手しました。開けていきます。付属品はなし。まあ 3×3 ですよね。表面はステッカーレスにカーボンシール。カーボンシールの波の向きまで合わせないといけないやつですね。普通のキューブと違うのは角がないところがある。3箇所は角になってて3箇所はカーブになってます。カーボンシールがなければこの向きは合わせないでいいんですけどね。黄色面は右下がり。赤面は左下がり。青面も左下がりのように、各面ごとに一定の方向に向いています。せっかくデジタルのギスを買ったので、普通のキューブとほぼ同じサイズですね。さて崩していきましょう。まずはクロスをどこに作るかを考えますが、センターを調べると、青センターが2つ、黄色センターが2つ、赤センターが2つ、となっています。隣り合う赤センター2つの間は、赤赤 S 字は存在しないので、赤の曲面エッジになります。一つしかないのでそれを入れます。赤青エッジは偶然揃っている。ここはもう一つの赤青エッジが必要。クロス3つ目が入りました。1、2、3。ここは赤黄色エッジ。これですね。これでクロス完成。ここは赤赤青なので青と赤の曲面コーナー。悩んでますけどこれじゃないですね。これも赤が曲面じゃない。合わない。これは赤曲面だけど黄色なので違う。見つけました。これですね。コーナー揃いました。赤曲面の黄色コーナー。これですね。向きが違うので修正。コーナー2つ終わり。次は青黄色赤の普通の3色コーナー。はまってるけど向きが違う。上にもあるのでこれを入れましょうか。おっと色配置が違う。じゃあさっきのを入れ直す。あら、クロス崩しちゃった。青赤を直します。3色コーナーを入れる。クロス面が上のパターン。青青赤なので青曲面と赤のコーナー。これで、クロス面色が左のパターン。ファーストレイヤー完成。カーボンシールを見ると、すでに黄色エッジがずれてます。この青エッジもずれてます。こっちのエッジは合ってます。これも赤青エッジなのでこれと変えてみます。サイドは揃いました。この黄色もずれてるので、別の赤黄色と変えます。まだ2つもあるんですよね。これと交換してみます。側面は合いました。赤面を見てませんでしたが合ってました。ということで完全ファーストレイヤー完成です。このセンター90度回転は後で直します。センター以外が合ってれば OK です。こっちも合ってるので、この青黄色エッジは合ってますね。ここは青青なので青局面エッジ、ここにありました。一旦出して、青と青の間に入れる。合ってますね。次は赤青エッジ。反転しているので出して直します。向きも合ってますね。最後に赤黄色エッジ。2つあるのでどちらかを入れてみます。向きが合っていれば OK。センター90度回転は最後に直せる。これでセカンドレイヤー完了。黄色面なので黄色十字を目指しますが、上向きの黄色が3個、これだけ反転している。こっちは反転してもわからないので、これも揃っていないとみなして、上と左に置いて6手 OLL2 回相当を回す。黄色十字は完成。次はコーナー OLL。これだけずれているように見えるけど、こっちの向きが変わってもわからないので、これもずれているはず。どの向きに持って始めるのか今一つわからない。うわぁ、違った。いや回しすぎただけだった。次はコーナー PLL。これを基準にしてみましょう。これ場所が合ってないですね。とりあえず入れ替えますか。これも合ってないですね。3点交換になってる。3点交換になってる。色が3色しかないからよくわからない。とりあえず T パームで入れ替え。合ってるのかよくわからない。醜いからといって、なぜかエッジを先に合わせ始めるという謎な行動。UB ファーム間違えそうになった。危な。なんで2つのコーナーだけ、向きが合ってないのか？両方とも黄色局面コーナーだから、向きがわかりにくいんですね。ってことはまたこれか。これで本当にコーナー OLL が終わり。この赤がヘッドライトですね。これを C ファームで入れ替えればいいのかな。コーナー OLL 終わり。エッジは UA ファームで減らしていく。2点交換パリティになった。と思ったんですがよく見てみると、黄色青エッジが2つある。この局面パーツは左に移動させる。このエッジは前に。前のエッジは右に行けば揃いそう。UA ファーム。上面の向きはすべて合ってる。赤面のセンターはずれている。T ファーム2回で180度回転させようとしたら、90度回転だったので揃わず。そもそも180度回転はずれないし。青面と赤面が90度ずれてる。車線は、右に90度も左に90度も変わらないので、手順で直そうとしたら、間違えてマヌーバ回してしまった。なので再度マヌーバで戻す。改めて90度回転の手順を回す。上げ左、下げ右を5回。センターの向きが揃いました。これで6面完成です。調べてみたんですが、この黄色赤は右下がりからの左下がり。こっちは左下がりからの右下がり。最後の1個は右下がりと右下がり。3つある黄色赤ピースのカーボンシールの向きが全部違うんですよ。だから最初から向きを意識して揃えていった方がいいですね。センターはずれても90度回転しかありえないので、T ファーム2回やったら180度回転して元に戻りますね。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。